ということでショーのブースの、現状ですね。江島先生、はい、おはようございます。おはようございます、はいはい、今このような形で、はい、進めていると、はい、あれなんですか、あのこのこれ、これはですね、はい、ショーの2階受付にある CD のケースをそのまま再現して実寸大です、うん、でここに今ですね CD のカラーケースを貼ってプロジェクションマッピング用にパネルを今制作中です、うん、おプロジェクションマッピングがされるわけですね、はい、これあのショーとあのソルメディエイジさん、ね、そうですね、はいはい、とのコラボ企画ということで実現しています。はい、ちなみにこのブースはですね、レントール新潟さんとの、コラボで、このトラスを組んでおります、はいはい、レントール新潟さんに就職した卒業生も、はいはい、山田亮君もね、はい、手伝ってこうやってなんか卒業後に会えると嬉しいですね、はいはい、ということで、今このような形でブースが進められています。さまざまなゲストとの、コラボ企画ということでソニーのアーティストさん、そしてビューティストなどなど、コラボした企画が行われます。